蒲田駅前の皆様、大変お忙しい中お出かけをいただきまして誠にありがとうございます。また駅周辺でお仕事中の皆様、ご商売中の皆様、ご通行中の皆様、大きな音で大変ご迷惑をかけまして申し訳ございません。鈴木章政さんのお願いに参りました。ご地元平正明さんとともにいろんなことを勉強させていただいております、自由民主党衆議院議員の石破茂であります。何としても今の時期に、先ほど来お話がある通り、今の時期だからこそ鈴木章政、都会議員は誰でもいいわけじゃない、いろんな人がいるでしょうよ。だけれども100年に一度と言われる歴史の変わり目、このコロナってのは何だったのか。今日も107人の感染者が出た。今平副大臣から話があった通りです。ずっと50人を超えていたが、ついに100人を超えた。100年に1回って言われるが、100年前を知ってる人は一人もいない。100年前に何があったの。スペイン風邪っていう風邪が大流行りに流行った。世界で1億人の人が死んだ。日本でも40万人以上の人が死んだ。それが100年前の出来事であります。そして世界は大きく変わって、その後に大恐慌があり、第二次世界大戦があり、世界はどんどんと縮小の方向に向かっていた。今度はそれと同じことをやってはならない。100年に一度の危機だからこそ、都政に鈴木章政が必要だと、そのことをぜひ皆様方にお願いをし、お訴えをしたいのであります。繰り返して申し上げますが、政治家が誰でもいいなんてことがあるはずがない。100年に一度だからこそ鈴木章政、今東京に必要なものは何なのか。まず第一に、安全な東京を作ることであります。鈴木さんが訴えていることの最重要項目の一つに、地震に強い大田区を作る、水害に強い大田区を作る。危機なのはコロナだけじゃありません。去年の水害、大田区でも多くの被害が出ました。残念ながら、この東京は実は災害にものすごく弱い街なのです。スイスの保険会社が出した世界で主な街で危険な順に並べると、東京が世界で最も危険な街だということになっている。嘘を言っても仕方がない。保険会社が出したデータは確かなのです。首都直下型地震はこれから先30年の間に7割の確率でやってくる。どうやって一人も傷つかない、一人も死なない、そういう大田区を作るのか。今それが誰ができる。鈴木章政以外にできる人はいないのであります。なぜこんなに弱いの。多摩川っていう川がありますね。あれは恐ろしい川なの。なぜならば、川の長さがえらく短い。山梨の笠取山っていう山があって、1953メートル、そこが源流で、そんなに長くない多摩川をものすごい勢いで水が流れて、多摩川が危ないと言われる理由の第一。そしてもう一つは、江戸時代にものすごい埋め立てを行ったから、海抜0メートル地帯が東京にはたくさんある。江戸時代に無理やり利根川を付け替えたのだが、大きな水害が来ると元の流れに川は戻っていく。水は低く木に流れるって話があるけれど、大きな水害が来ると利根川もものすごい勢いで氾濫をし、北千住、上野、大手町、
そして東京、そういう駅が水に沈んでいくと言われています。明日来るかもしれない、一月後に来るかもしれない。即戦力でなければ都民の安全を、大田区民の命を守ることはできない。誰ができるか、鈴木章政以外にできる人はいない。それを私はここで断言をいたします。皆さんの命を誰が守るのか、そのために我々自由民主党は公明党の皆様のお力をいただいて、大田区民の皆様に鈴木さんをお願いしているので。第2番目、大田区ってのは面積が23区の中で一番広いんですね。人口は23区の中で3番目に多いですね。そして高齢化は23区の中で第8位です。これから先、大田区でも人口は減っていくのですよ。大田区は減るわけないだろう、東京は減るわけないだろう、それはお前の鳥取とかそういうところの話じゃないか、そう思いの方もおられるでしょう。あと20年経って大田区は人口は69万のままで推移します。なんだ減らないじゃないかと思われるかもしれない。しかし20代30代の若い女性の方、大勢今日もおいででありますが、今大田区で20代30代の女性の方が10万人、あと20年経つと人口は69万のままなんだが、若い女性は10万人が8万人に減ると言われています。若い女性が減れば、その分次の世代の子供たちも減っていく。つまり人口は変わらないんだけども、高齢化がどんどん進んでいく。コロナで我々は一体何を見たのか。鈴木候補が言った通り、いかにして医療崩壊を防ぐか。大勢の患者さんが詰めかける、お医者さんも看護師さんも臨床検査士の皆さん方、本当に疲労困憊、感染もし医療崩壊を起こしたとした、病気になっても怪我になっても誰も見てくれない、それを医療崩壊と言います。我々はその寸前まで行ったのだ。大勢の人たちの努力によって今のところ医療崩壊は防がれているが、高齢化がどんどん進むだとすれば、放っておいても医療崩壊はやってくるかもしれない。なんで高齢化が進むかっていうと、昭和30年から45年までの間に、たった15年間の間に、日本全国の地方といわれるところから東京を中心とする首都圏に500万人の人たちがやってきた。昭和30年から45年まで500万の人が全国からやってきて、東京はあっという間に若い街になった。そういう方々が今高齢におなりになっていて、若かった東京はこれから急速に高齢化が進んでいく。いかにして介護、医療を守るか、それはその時になって慌てたって遅いのであって、災害対策と一緒で今やらないでいつやるのだ、鈴木章政がやらないで誰がやるのだ、それが問われているのが今度の選挙なのであります。これから先、この蒲田に大勢の人がやってくるようにしていかなければなりません。外国から来るお客様は 99.9% 減りました。中国からも韓国からもオーストラリアからも来る人はいなくなりました。だったら一体どうするんだっていう話ですが、そうであればいかにして国内でお客さんを回していくかということを考えていかなければなりません。日本人は外国に行って3兆円も4兆円も5兆円も今まで使っていた。だけどしばらくはアメリカにも行けない、ヨーロッパにも行けない、オーストラリアも行けない。だとすれば外国で使っていたお金をいかにして国内で回すか。外国で行ってお金を使うことはできないけれど、蒲田でどうやってお金を使おうかとい
ということをやっていかなければなりません。この蒲田はいっぱいいろんなものがありますね。私コロナでしばらく土曜日曜どこにも行けない日が続いていた。蒲田行進曲何度も見ましたよ。実に面白い。松坂慶子もえらく綺麗だったというか、今でも綺麗だというか。蒲田行進曲、風間杜夫も出てましたね。そして砂の器っていう映画を久しぶりに見ました。あのスタートは蒲田の操車場、そして蒲田にあるトリスバ、これがスタートでしたね。砂の器、加藤剛、島田陽子、いろんな人が出ていました。映画の街蒲田であります。そしてこの蒲田にはなんせ羽根餃子の美味しい店がいっぱいある。ニーハオ、ホアンヨン、ホンパルって、これみんなご兄弟なんだそうですね。この羽根餃子、平さんに頼んで一回行ってみたいと思うんだが、一回も連れて行ってくれないが、あと新公園ってとこの羽根餃子を食べてみたい人は全国に山ほどいるはずなのであります。この食の街であります。そして何でしょう、バーボン通りだかバーボン横丁だか何だか、どっちですか、あっちあっちで、そこに鳥まんっていう大衆酒場があってね、これがまたこの鳥の骨付き唐揚げがえらくうまいんだそう。これをどうやって全国に売って蒲田でそれ食べたいな、歴史を探訪したいな、そういう人たちを全国から蒲田に呼ぶような東京都政がやれるのは一体誰なのだ。鈴木秋政を置いて他にはないのであります。そしてこれも一度行ってみたいと思うんだが、温泉に行ってみたい。海星湯っていうそういうお風呂屋さんがあるんだそうですね。これは実にいいらしい。サメが泳ぐわ、金魚は泳ぐわ、鯉は泳ぐわ、そんな銭湯は日本国中、世界中、ここにしかない、そういうような銭湯のある蒲田であります。でそういうことを言ってますと蓮沼温泉を忘れるなバカ野郎みたいな話になるんでありますが、そういうようなものがいっぱいあって、映画の街であり、食の街であり、そして温泉の街であり、この蒲田から安全な日本を作ろう、この蒲田から楽しい日本を作ろう、コロナで泣いていても仕方がない、シュッとしても仕方がない、この蒲田から大田区から新しい東京を作る、それができるのが鈴木秋政候補であって他の誰でもない、皆様方に心からお願いするゆえんであります。私が最も敬愛する一人である平副大臣、間違いなく日本をこれからリードするのは平正明衆議院議員であります。平衆議院議員とともに、あるいは中川参議院とともに、松原区長とともに、いつの時代も国を変え歴史を変えるのは都の中心の偉い人ではない、常に地域から国は変わるのであり、地域から歴史は変わるのであり、この選挙はまさしくそういう意義を持った選挙であります。鈴木秋政以外に誰もいないのだが、残念ながら補欠選挙ってのはなかなか投票率が上がらん。今日お忙しい中お集まりいただいた皆様が、どうか大田区の皆様方に鈴木秋政に入れようお声をかけていただきたいのであります。スマホをお持ちの方、これで住所録を出していただいて、電話帳を出していただいて、大田区に限りますよ、世田谷区にかけてもしょうがないからね、大田区の方にお電話をしていただいて、鈴木秋政頼むよ言っていただいただけで、声がかかれば8割9割の確率で必ず弱い。みんなスマホなんてしゃれたものは持ってないという方はガラケーで結構です。そんなもの持ってないって方はお家のお電話で結構です。18歳から有権者ですから、あそこのお兄さん、
あそこのお姉さん、ひょっとしたら投票に行かないかもしれないな。でも鈴木浅草キバサと一緒にこの大田から蒲田から新しい歴史を作ろうよ。災害があっても一人も死なない、一人も傷つかない。年を取っても高齢化になっても必ず医療介護を受けることができる、そういうような日本を作ろうよ。それは皆様方がお声をかけていただくことによってのみ実現をするのであります。もうあと数日しか残っておりません。今日はもう木曜日、木金土、そして日曜日が投票日であります。暑い中、お忙しい中、足を止めていただいて誠にありがとうございます。どうぞ皆様方、お声をかけていただくことによって、我が鈴木陣営だけがそれを考えているわけじゃない、相手も同じことを考えてますからね。電話してね、声かけてね、そしたらば8割9割入るのだが、皆様方が鈴木明正お声をかけていただいて、何としても都政壇上に今度復帰できればまた都政の中心に立ちます。その辺りの1期生2期生よりもはるかに力がある、この大田から新しい東京を作る、次の時代に対する責任を果たす鈴木明正、心からお願いして石破茂ご挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。石破茂代議士、鈴木明正候補への応援です。そして大変素晴らしい大田区の知識と誠にためになるお話をありがとうございました。それではこの鈴木明正の都議会補欠選挙必勝を期して、これより恒例の活動コールを行わせていただきたいと思います。コールを行うのは大田区議会議員長野元博議員でございます。お願いします。本日はご安心なくお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。ただいまこの車の前には大田区議会議員自由民主党のすべてのメンバーが揃い踏みでございます。鈴木明正さんが政治の世界に足を踏み入れたのが昭和58年、私が生まれたのも昭和58年、老若男女、私はここが一番遠い峰町電車部の地域から参りましたけれども、すべての地域の大田区の力を結集した選挙でございます。また大田区のみならず、お隣品川区からは澤田博一前区議会議員、また新しく地続きのお隣の区となりました江東区からは山崎一輝区議会議員も応援に駆けつけていただいております。石破先生をお迎えいたしますと、衆議院議員選挙以上のこの自民党と公明党の総力を結集した選挙でございます。どうか皆様のお声掛けいただき、鈴木明正を総理を迎えさせていただきますようによろしくお願いいたします。それでは皆様のお力を結集して勝つの単勝でこの会場を締めたいと思います。皆さんご準備はよろしいでしょうか。私が勝つのと勝ちを引き上げますので、それについてご唱和をお願いいたします。鈴木明正一生期して勝つぞ勝つぞ勝つぞ。ありがとうございました。蒲田駅東口駅前に皆さんお集まりいただきまして誠にありがとうございました。また大勢の皆様お集まりいただいたにもかかわらず、ソーシャルディスタンス確保いただきまして誠にありがとうございました。鈴木明正選挙戦、残すところ金曜土曜とあと2日間でございます。本日は石破茂代議士が応援に駆けつけ、明日には今テレビなどで話題の西村康稔コロナウイルス担当大臣も鈴木明正候補の応援に駆けつける予定でございますので、ぜひぜひ皆様また蒲田にお集まりいただきたいと思います。この後この自民党の街宣車朝風号は鈴木明正候補、石破茂代議士、平代議士を乗せて大森駅東口へと移動させていただきます。皆様ご清聴ありがとうございました。長時間にわたりましてのお騒がせ、大変恐縮でございました。続いては大森駅。